よよよ、まやです。今日はですね、こちらグレールでお買い物してきました。いえいえ、9月以降も着れるお洋服をね、たくさん買ったので、ちょっとこちらの購入品紹介を紹介して、1万円分購入したので、そちらの購入品の紹介をしていきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。これさ、今日届いてんやんか。でも早く着たくて、もう早う動画撮ろうと思って今日回しております。あれ、私こんなん頼んだっけ。なんか久々にさ、こう商品が届くとさ、あれこんなん頼んだっけみたいな商品届かん。それ今、ああこれかこれか、オッケーオッケーオッケー、了解。1点目はこちら、デンゴ 2way ジャガードリボンニットベスト。なんか生地感はこういうニット素材みたいな感じで、この柄がな、ジオメトリック柄っていうらしい。なんかちょっと珍しくない？こちら着てみます。今着てた半袖の下に来たんですけど、こんな感じです。ここおへそ、なんかおへそのちょい下くらいで、結構短めかもしれん。で、後ろは結構オープンデザインでリボンとかついてます。で、青色もあったんですけど、私は黒色を購入しました。なんか青色やったらカラーパンツとかと結構合うなと思って、めっちゃ可愛いなと思ったんやけど、いかんせん私がさ、あんまカラーパンツ持ってないというか、黒とかのズボンと合わせたいなと思ったから、この黒色をね購入しました。結構伸縮性とかもあって、洗濯とかは結構気をつけなあかんかなって思ったかも。でもなんかニット素材で通気性もある感じやし、今からの時期ちょうどじゃない、このニットベストって。いいやん、いい出だしちゃおう。次はこちら、イソザイメローモックネックテレコリブトップス、1099円。こっちの肩の部分っていうのはシフォン生地、結構透ける素材シフォン生地になってて、こっちはテレコリブの素材になってます。こんな感じで凹凸がある感じ、ちょっとこちらも着たいと思います。はい、こんな感じになりました。結構思ったより首詰まってたかも。こんな感じでシフォン素材になってます。このさ、首元とここにメロー加工っていうの、なんかちょっとフリフリみたいななってるので、それもなんか自然な感じで可愛いなと思った。で、ここの部分に関しては結構伸縮性とかもある感じ、もうなんか思ったよりザ女の子って感じになるかもしれん。いいんじゃないですか。なんか透け感があったりとか、ちょっと薄めなイメージではあんねんけど、まだまだ暑い日が続くから全然いけると思います。次はこちら、タックワイドパンツ1899円。もうこれは一番の今回お目当てでした。ワイドパンツをずっとさ、こういうな、黒のワイドパンツを探してて、この1899円で手に入るんですかっていう感じで、もうなんか前のめりで購入しました、こちらは。はい、これ着たいと思います。うわ、待って、めっちゃ可愛いんやけど。はい、着替えました。ここのなんかステッチっていう、ステッチがめちゃめちゃこうアクセントになってて可愛いなと思ったのと、このさ、ここ見える見える、タックがね、こう両方についとって、これもアクセントになってめっちゃ可愛いなって思いました。太ももの太さとかもしっかりと隠せるなって思った。で、私156センチなんですけど、かかとはこんな感じです。ちょっと長いなぐらいかな。で、ウエスト部分はゴムじゃないねんけど、こんな感じで拳1個分ぐらいは入る余裕はあります。で、ベルトを通すところあって、ポケットも横と、後ろにある。ポケットついてるかついてないかはほんまに大事ですからね。で、こういうシルエットのやつとかって長い間ね、使えるのでほんまにありがたい。こんな感じです。こんな感じのワイドな感じで履けます。めっちゃええやん、お気に入り。次はですね、こちら、バックオープンテレコリブビスチェでございます。こちら999円。取り外しできるタイプのパッドがちゃんとやっております。結構生地は縦リブやから、結構細見え効果みたいなのもあると思うし、あとでも私 S と M の2つのサイズ展開やったんやんか、これで M サイズを購入したんやけど、結構ぴったりしてる感じかも。そう、だからこれ全然1枚で着用できるから、インナーとしても着れるなって思いました。紐は結構細めでこんな感じになってます。で、開ける場合なんですけど、長さが胸のすぐ下とかなんで、お腹とかはがっつり見える感じ。もうインナーはね、何枚あってもいいですから。はい、次、ドット柄シャーリングブラウス1399円。漂う昭和感が可愛いなと思って買った。はい、着替えてきました。いかがでしょうか。これなんかこういうイヤリングとかつけたら、え、もうなんか昭和って感じするけど、ちょっとレトロな感じどない？あかんあかんかな、これ。こういうドット柄になってて、意外と生地とかもな、しっかりしてるかも。ボタンめっちゃ可愛くない？なんかパールみたいな感じになってて、
アクセントに なってるかなと思います。でこのねシャーリングっていうのヒュ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 っていうのとこのヒラヒラでなんかメリハリとかしっかりつけられて細見え効果とかもね出てるからちょっといいんじゃないかなと思っております。で私は結構なんか挑戦したかったからこの緑を買ったんですけど黒色とかもあった。黒色とかやったら結構着回しとかもしやすいかなって思います。こんな感じ。あと腕のところにもねくしゃくしゃくしゃっとピヨピヨがあるから腕痩せ効果みたいなのもあると思うし、でもさこれ私的にめっちゃ迷ったんよ。こんなんが着れる女性になりたいなみたいな、なんか似合う人になりたいな着てみたいなっていう気持ちと、いや絶対似合わんってみたいな気持ちとめちゃめちゃこう戦ってたんやけど、まあ、1400円とか1300円とかやし、まあ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 みたいな、まあ、無理やったらいいよみたいな、一回挑戦してみようみたいな気持ちにさせてくれるのがグレールさんどうでしょう。はい、ということで次行きましょう。次はスイート9月号掲載カシュクールフリルケーブルニットベスト1299円。この画面みんなも緑あるじゃんっていう感じなんやけど、緑が最近こう着てて、なんか緑物をね今回多めに買ったんですけど、こちらも緑でございます。こちらいけてる結構このフリルがついてるやつって私の中ではめっちゃ挑戦的やったんやんか。っていうのも私肩幅がねめっちゃでかいんですよ。小さい時から肩幅はある方ってがっちり体型やったんですけど、高校の時に一瞬水泳をやりまして、その水泳で肩幅の大きさに拍車がかかってですね、ムキムキだったわけだからなかなかねこういうのは勇気がいったんですけど、もうそんな関係ねえやって、可愛いと思ったら着させろやって思って買いました。このケーブルめっちゃ可愛くない？でこの生地自体はニット素材で、もうしっかりねあったかいだからね、秋とかにめっちゃいいかなって思いました。伸縮性とかもねちゃんとある感じ、6色展開ありました。次いきますか。次はですね靴を買いました。これ最後になるんですけど、厚底ダブルベルトスポーツサンダル1299円。私さこの夏サンダルを1個ダメにしてしまいまして、この底の部分が抜けてんやんか。だからそれに代わるサンダルをちょっと安くで手に入れたいなと思って、まあ、これとかってさ靴下履いても、まあ、11月とかまでぐらいやんか。だからそんな5000円とか1万円とかはちょっと払われへんなと思ったわけ。安くて欲しいと思った時に見つけました。サンダルもうこれはねほんまにありがとうございますって感じ。ベルトは太めになってて足はねこういう風に留めてくれるやつですね。これ1300円って強ない？私ね靴のサイズが基本23で、けど横幅がさ入らんことが多いから23か 23.5 とかでいつも買ってんねやんか。で今回もサイズどうしようかなと思ったんやけど、まあ、一応 23.5 でええわと思って、もうちょっとでかくてもいいやと思って買ったんやけど、ジャストサイズやった。ありがとうございます。こんな感じ、めちゃめちゃ履きやすい。やばい、バリ軽い、やばい、嬉しいしかも厚底っていうのが良くない？私絶対厚底がいいねやんか。なぜかっていうのは足を長く見せたいから。てかグレールでさ買い物しとったらさ金銭感覚バグらん？なんかユニクロとかさなんかちょっと高っとか思っちゃうねん最近。やばい、バグってきた。 GU とグレールによって私の金銭感覚がバグってきた。でこのサンダルはこういうのがついてるので、こうかかとを巻いてここに入れて引っ掛けてあげる。厚底はこれぐらいの幅です。はい、ってことで合計7点で9282円のお買い上げでございました。やばない？やっぱグレールって通販やからさ、やっぱちょっと怖いなっていう人の気持ちもめちゃくちゃわかるし、まあ、実際当たりも外れも当たったことあるから、まあ、全然な気持ちもめちゃめちゃわかんねんやけど、やっぱりなんてだって安い。たくさん可愛い服を着たいなっていう、こう毎年毎年でやっぱり自分の好みも変わるから、今年可愛いのたくさん着たいなって時にグレールとか GU とかを使うようにしております。でほんまにこう長く着たいアイテムとかはそれこそブランド品とかマウジー、私が好きなマウジーとかスライとかで服を買うようにしてる、まあ、その辺のね区別をしっかりとすればお洋服も楽しめるんじゃないかなと思います。実際に細かいところはちょっと説明したんですけど、全身のねコーデとかを写して想像を働かせていただいて、ぜひお買い物の参考にしていただけたらなと思いますので、今からちょっとやっていきたいと思います。どうぞ。 5am and we are in trouble but we don't really care tell ourselves there's always tomorrowBut it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore.
い、ということで着回しコーデいかがでしたでしょうか。いやマジで安い。ぜひね、少しでも買い物の参考にやれればいいなと思います。またね、こういうグレールとか GU とかいつもやってるやつを含め、まあ他のブランド品とか、あとまあ購入品紹介、ルックブックとかもねやっていこうと思ってるので、またこういうやつしてっていうのがあればコメント欄でコメントぜひぜひお待ちしております。チャンネル登録もグッドボタンもよろしくお願いします。ということで今日の動画はここまで。みんなまたね、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。いやー、結構挑戦やったんじゃないかしら、今回の。やっぱさ、金額が高かったらさ、挑戦もできひんけど、これぐらいの金額やったら、1個ぐらいちょっと挑戦してみようかなみたいな服ができるから、ありがたいよな、グレールとか。もう真夏っていう期間が終わって、ちょっとずつちょっとずつ秋にね、近づいてくるので、ファッションもどん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 楽しんで、みんなで行きましょう。ということで、また次の動画でね、バイバーイ。